一番。男の人と女の人が話しています。鍵の番号は何番ですか。鍵の番号は。五八四二です。 548い,いえ、5842です鍵の番号は何番ですか 2番 2> 男の人と女の人が話しています女の人の傘はどれですかすみません傘を取ってくださいはいどれですかあの私の名前が書いてありますえっと山川さんのは2本ありますけど白いのです 女の人の傘はどれですか3番女の人が話しています。女の人は どれが欲しいと言っていますかすみませんその大きい箱を取ってくださいカタカナで山田と書いてあるその箱です女の人はどれが欲しいと言っていますか 4番男の人と女の人が話しています花瓶はどう置きますか花瓶はどう置きましょうかそうですねじゃあ上に一つ置きましょう次が二つ下が三つどうですかうーんあまり良くないですね じゃあ、上が3つ一番下が1つどうですかあいいですね花瓶はどう置きましたか 五番。男の人と女の人が話しています。カバンはいくらですか。すみません。このカバンください。はい。一万八千四百円です。毎度ありがとうございます。カバンはいくらでしたか。 六番女の人が話しています。話しているカバンはどれですかカバンの忘れ物です。どなたのですかこの四角くて大きい黒いカバンです。女の人が話しているカバンはどれですか 7番？男の人と女の人が話しています。男の人はいつ東京に行きますか？青山さん、いつ東京に行きますか？金曜日です。え。じゃあ明日ですか？いいえ、来週です。ああ、8日ですか？ 男の人はいつ東京に行きますか8番女の人がスポーツの練習について話しています。 どの順番で練習しますか今日の練習は少し長いです。まず30分ぐらい自転車で走ります。それから1時間ぐらい走ります。少し休んで1時間ぐらいプールで泳ぎましょう。 どの順番で練習しますか9番男の人が話しています。果物はどのグラフですか これを見てください。30人の子供に一番好きな食べ物を聞きました。みんなが一番好きな食べ物は肉です。15人いました。果物は10人ですね。野菜はちょっと少なくて3人でした。一番少ない答えは魚でした。2人です。 果物はどのグラフですか番1番男の人と女の人が話しています。女の人の 今日の朝ごはんはどれですか女の人の今日の朝ごはんです。山下さんはいつもどんな朝ごはんですかえーとね、朝は大抵パンと牛乳、それから果物。あ、私と同じです。あ、そう。でも、今朝は時間がなかったから、 果物は食べませんでした。女の人の今日の朝ごはんはどれですか 1>, 1番男の人と女の人が話しています男の人は何を借りましたかすみませんボールペンを貸してください赤いのと青いの青いのしかありませんがあじゃあそれお願いしますはい 男の人は何を借りましたか 1, 1. 赤いボールペンです。2. 2青いボールペンです。3. 赤いボールペンと青いボールペンです。4. 何も借りませんでした。 2番お母さんと男の子が話していますこれから2人はどこへ行きますか太郎ちゃん買い物に行きましょううんどこへ行くの魚を買うのううん、うん、魚はあるからお肉と果物よ これから、二人はどこへ行きますか 1, 1. 魚屋です。<S 2. 2 <S 魚屋と肉屋です。3. 肉屋と果物屋です。4. 魚屋と果物屋です。 3番男の人と女の人が話しています。この本屋でしてはいけないことは何ですかこの本屋、他の本屋と違うでしょう。本当。ジュースやコーヒー飲んでいる人もいるし、何か書いている人もいますね。そうなんです。椅子もあって、座って読んでもいいんです。じゃあ、 何か食べてもいいんですかそれはダメなんです。この本屋でしてはいけないことは何ですか 1, 1. 座って本を読むことです。2. 2ジュースを飲むことです。3. 何か書くことです。四、何か食べることです。四番女の人が話しています。明日の天気はどうなりますか今日はいい天気でしたが、 風が強かったですね。明日は朝から雨が降りますが、暖かくなるでしょう。明日の天気はどうなりますか一 <1 S 2> 雨が降って風も強くなります。二 <2 S 2> 雨が降って暖かくなります。 いい天気ですが風が強くなりますいい天気で暖かくなります5番男の人と女の人が話しています。男の人が行くホテルは、 どんなところですかすみません。ホテルを探しているんですが。はい。どんなホテルがいいですか安いところがいいです。ありますが、駅から遠いですよ。ああ、いいですよ。男の人が行くホテルは、 どんなところですか。一。<1 S 1> 駅から近くて。安いホテルです。二。<2 S 1> 駅から近くて。高いホテルです。三。<3 S 1> 駅から遠くて。高いホテルです。四。<4 S 1> 駅から遠くて。<4 S 1> 安いホテルです六番男の人と女の人が話しています宿題は何曜日までですかこの宿題あさっての金曜日までですよねえ、違います明日までですよ 明日まで本当ですよ。木曜日の朝までですよ。今日は水曜日です。ああ、大変だ。宿題は何曜日までですか一、火曜日までです。二、水曜日までです。 三木曜日までです。四金曜日までです。七番。二人の女の人が話しています。アイスクリームはいくつ買いますか。 アイスクリームいくつ買いますか田中さんの家族は田中さんたちと太郎くんと次郎くんとみちこちゃんの5人でしょそしてあなたと私じゃあアイスクリームはいくつ買いますか4個です 「25個です」「36個です」「47個です」「8番男の人と女の人が話しています」明日、 二人はどこで会いますか明日はどこで会ういつもの喫茶店はどうあの店は明日休みそうかじゃああの店の隣の本屋はどういいわ本屋の前寒いから中にしようか中ねわかった 明日、二人はどこで会いますか 1, 1. 本屋の中です。<S 2. 2 <S 本屋の前です。3. いつもの喫茶店の中です。4. いつもの喫茶店の前です。 9番男の人と女の人が話しています男の人はどうしてジュースを飲みませんでしたかあれジュースが1本しかありませんねどうぞ私甘いものは飲みませんからそうですかじゃあ あれ10年前のですよこれえじゃあ一緒にお茶飲みますそうですね男の人はどうしてジュースを飲みませんでしたか 1> 1ジュースが古いからです。2 ジュースが嫌いだからです。ジュースがなかったからです。4女の人が飲みたいからです。10<番>男の人と 女の人が話しています山の上はどうでしたか昨日山に登りましたいいですね昨日はいい天気だったから暖かかったでしょういいえ山の上は雪が降ってちょっと寒かったですそうですかでも山の上は静かだったでしょういいえ 人がとても多かったです。山の上はどうでしたか。一。<1 S 2> 暖かくて静かでした。二。<2 S 2> 暖かくて人が多かったです。三。<3 S 2> 寒くて静かでした。 4. 寒くて人が多かったです。